スポニチ発クボ遺跡報道が世界で混乱を極めている模様。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。先日日本のメディアスポニチから久保選手のリバプール移籍報道がなされ、日本のサッカーファンを賑わせていますが、現地スペインやイングランドメディア、そしてロマーノ氏からも否定的な声が上がっているようです。今回はそちらについて見ていきたいと思います。記事はサッカーダイジェストから。取り沙汰されている久保建英、レアルソシエダのリバプール移籍について、移籍市場に精通したファブリツィオ・ロマーノ記者がついに言及した。リバプールの専門メディアエンパイア・オブ・ザ・コップは、この日本代表選手は母国からの報道がソーシャルメディアで共有された後、アンフィールドへの移籍が広く噂され、そのパフォーマンスについて幅広い分析が行われたと報じ、ロマーノ記者がデイリーブリーフィングで語った言葉を伝えている。久保のリバプール移籍について、本当に具体的なことは何も知らない、これらの報道は見たが現段階では近いとか差し迫っているとかは聞いていない、同メディアは移籍専門家が移籍を完全に否定しているわけではないが、移籍の可能性については認識していないようだと綴っている。ただ移籍市場では何が起きても不思議ではない、今後の展開に注目が集まる、このように伝えています。移籍専門ジャーナリストのロマーノ氏は、久保選手の移籍話に関する情報は持っていないようですね。もう一つ記事を見ていきましょう。記事はフットボールゾーンから。スペインメディアトドフィシャヘスは、主力に対して多くのオファーを受けているソシエダが、久保の移籍に関してリバプールに返答をしていないと伝えている。2024-25シーズンで契約が満了を迎える上に、サウジアラビアからの関心も絶えない。エジプト代表フォワードモハメド・サラーの後継者を探しているとされるリバプール、その候補に上がったのが久保だ。記事ではリバプールはすでに移籍市場で数年のプロジェクトに向けて信頼できるキーとなる選手の一人を見つけるために動き出している。リバプールはエジプト人の理想的な代役として久保建英を見出した。ソシエダでの高パフォーマンスにより、選手はリバプールの有力候補になっている。それを示すように、すでにソシエダが経済的にとても断りがたい6,500万ユーロ、約110億円のオファーを送っていると報じている。そして現時点でマルティン・スビメンディやミケル・メリーノがクラブを離れるリスクもあるレアル・ソシエダは、選手を移籍させるべきか考慮しており、リバプールのオファーに返答をしていないとクラブの状況を伝えている。このように伝えています。現地紙ロマーノ氏ともに、今回の移籍話については否定的、もしくは情報がないといったスタンス。さらには7月25日にガンバ大阪と対戦する日本ツアーに久保選手は遠征メンバーとして帯同することが昨晩発表されました。では次に、この件に対するネットの反応を見ていきましょう。スポニチはこれで外したら違う意味で世界に名を轟かせるな。ロベルト佃がリークなんてしたら交渉打ち切りとかリバプールのフロントはするけど、オファーの内容もありえない内容だしガセやろ。ロマーノはリバプール関連には少し疎いところもある。リバプールの情報統制もすごい。むしろロマーノのプレミア関連の移籍で昨シーズン唯一の独占情報が遠藤のリバプール移籍じゃなかったか。ペコリーノ・ロマーノは過去に鎌田大地のガセを流した本人だ。そこまで信用できる人物じゃない。サラーの後釜を探さないといけない時期に来ているのは事実だから、移籍は5分5分、どっちに転んでもおかしくない。代理人が現地入りして交渉は最終段階的な報道してから丸1日経ってもスポニチは沈黙。世界でスポニチだけが報道して大騒ぎして、そのスポニチの記事を見て他のメディアがこんな移籍があるらしいってなってるだけ。移籍情報が筒抜けのスペイン方面からもスポニチ報道しかないもんな。もし報道が真実でない誤った情報なら、あまりにも無責任すぎる報道ですね。何でもかんでもロマーノ信じるやつってやばい。ロマーノに全部の情報が集まってくるわけでもない。スポニチが震源地なんで、かなり信憑性が薄い。解除金満額払うならチームの了承は不要というのがルール。ソシエダが返答するかどうかよりも解除金が払われるなら、決定権はクラブではなく久保にある。解除金満額
以上を出すと言われているんだから、正式オファーされているならクラブとして返答も何もないと思うんだが。とにもかくにも25日のガンバ戦の後じゃないと何も情報は出てこないだろうな。リバプールはアメリカ遠征終了まで補強はないらしいけど、アルグアシル監督の去就は25日にあるらしいが、どうなることか。タケは日本ツアーが終わった後にリバプールに行くと思う。スポニチの記事を信じるというコメント、否定的なコメント、様々なようですね。こういった情報の真偽について外部の人間はほぼわからないものですので、何とも言えないのが正直なところですが、私としては会情報を含めこういった情報を楽しむのも移籍シーズンの醍醐味かなと思っています。今後久保選手の移籍がどうなるかは全く分かりませんが、いずれにしても久保選手含め今夏の移籍シーズンにおける日本人選手の移籍動向について楽しみに見ていきたいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。